郡学校堂踏切に来ております。こちらが郡園駅、京都方面を見ております。こちらが郡園駅、今、地上駅ですね、なります。葛原行きの普通電車ですね、6000系の電車が今郡園駅に到着しました。この郡園駅の東側にですね、フレストという大きな商業施設があります。もう現在はこれも閉店をしてですね、もう今年解体工事が始まります。でこのフレスト、解体工事してですね、でここに郡園駅の駅が仮設、仮の郡園駅が設置されるという予定ですね。でこの線路もこの東側ですね、こちら側に別線方式で、架線方式か線路が敷設されるということです。住所としては寝屋川市郡南野町という、そういう地名になりますね。書いてあるね。駅をご利用のお客様へ。フレスト郡園店解体工事および駐輪場の閉鎖に伴い、階段通路を段階的に閉鎖します。もうそういう告知がされてますね。でこの夏ぐらいにも解体工事が始まるそうですね。で横、これが郡園駅ですね。かなり大きい商業施設ですね。でこの向こう側にも、これが連絡橋、これはあれか、駅の連絡橋か。でもう実際ですね、お店はもう閉鎖がされてますね。フレスト郡園店は2021年12月31日をもって閉店いたしました。長らくのご愛好誠にありがとうございます。去年の12月末で閉店になっておりますね。当然もうここに郡園駅の仮の駅ができるということ でこの連絡橋、これももう当然閉鎖になるんでしょうね。すごいなこれは。なるほど。こういうのも書いてますね。でこちらに自転車置き場がありますね。ああ違うか。ここね、なかなか駅の構造が変わってるというか、複雑というか。フレスト郡園店解体工事の進捗に伴い、この出入り口は2022年3月31日木曜日をもって、だからもうあれ明日か、もう閉鎖されるということですね。
準備がされてますね。ここが、ここがあれですね。郡園駅のちょうど入り口になりますね。で、ここの出入り口はもう明日ですね。3月31日木曜日をもって閉鎖されるということですね。ちょっと利用者の方にしたら不便になるんですかね。なるほど。ここももう空き地、さら地になっているのは当然、まあ、この工事、連続高架、連続交差事業ですね、見越してもう建物取り壊しになっているようですね。この JA ビルという建物、これももういずれ取り壊しになるんでしょうね。淀屋橋行きの区間準急ですね、2000系電車が通過していきます。レストですね。もう駅直結の商業施設ですね。もう京阪乗り場、郡園駅、あ、もうこっちのここはもう閉鎖されてますね。まあ、閉店に伴って閉鎖されてるんでしょうね。これは何？車の出口。上が駐車場になってるよね。こちらが、なるほど。京阪の、こっちは関西医大の郡病院ですね。なるほど。ちょっと崖下に駅があるような感じですね。で、駅への連絡橋がこうあるという感じ。向こうからも来てますね。今日は平日の、まあ、まさに今時刻は7時45分ですね。まあ、ちょうど出勤という感じですね。こちらが京阪電車の郡園駅のエントランス入り口になりますね。もうこちらももう閉鎖になってるよね。郡園駅。こっちがさっきの道でしょうね。なるほど。こうか。郡園の駅の東側にあった、フレスト郡園店ですね。大型の商業施設ですね。これはもう解体工事の準備に入ってます、ね。シートで覆われてですね。建物がもう外からは見えなくなってますね。ここに穴が出てますね。もう近々ね。解体の工事に着手されるんじゃないかなと思います。京阪本線郡園の駅から撮影しております。大阪行きのホームの、大阪寄り、一番大阪寄りから撮影しております。この辺りですね、郡園の駅ではですね、向かって左側に、仮線ですね、および仮の駅が建設されですね。で、今本線があるところに高架がですね、建設される、仮線方式による工事が予定されております。でですね、この郡園のすぐ、教頭に向かって右側のところにですね、あります大型商業施設の、解体工事ですね、
まあ今進んでおります。ちょっとですね、ホームからはもうシートで覆われて中の様子を伺い知ることはできませんが、もうかなりですね、取り壊しの工事が進んでおるようですね。
だけで。